ホットプレートホットプレートとは、商用電源を用いたヒーターを熱源とした調理器具。家庭において、台所での加熱調理よりも、もっぱら食卓での加熱調理や、台所で調理後の料理を保温しながらの食事に用いられる。日本では電気ホットプレートとして、家庭用品品質表示法の適用対象となっており、電気機械器具品質表示規定に定めがある。 なお、英語では、ホットプレートは、工業用を含めた、加熱板一般を指す。調理用ホットプレートは、電気グリドルと呼ぶことが多い。テーブル上でバーベキューを調理、保温中のホットプレート家電製品として、世に出た当初は、長が示す通りプレート上、鉄板上であった。鉄板焼き、焼肉や焼きそば、お好み焼き、ホットケーキ、北海道の家庭では、ジンギスカンなど、 熱い鉄板を熱源とする料理を調理対象とした。その後食材に接するプレート部分を丸洗いする目的でヒーターを含む加熱器本体とプレート部分が分離する製品が現れた。この分離構造を発展させ、本来のプレートに変えて使用する専用の鍋が付属するようになった。鍋の蓋は耐熱ガラス製のものが多く、 調理中の様子が見られるように工夫されている。現在では低価格品を除き、焼き用プレートと鍋がそれぞれ付属し、料理に合わせて洗濯組み合わせできる製品が多い。このことで鍋料理にも多用されるようになり、一般家庭へ広く普及した。中にはプレートを波状にして、肉の油が落ちやすいようにした焼肉専用プレートやたこ焼き専用プレートが、 付属する製品もあり、調理対象を広げてきた。専用鍋が付属することで、本体形状は当初のプレート状からかけ離れたが、依然としてホットプレートと呼ばれる。パナソニックは電磁調理器タイプのホットプレートを発売している。それまでも電磁調理器用のプレートは出ていたが、プレート面が小さい上に、不要意にプレートに触れて、火傷をする危険があった。 同社はヒーター型のホットプレート並みの大きさを確保し、またガードをつけることで問題を解決している。プレートを外して通常の電磁調理器として使用することも可能である。日本の電気機械器具品質表示規定では固定式、ヒーター分離式、ヒーター一体式に分類して表示を義務付けている。家電製品としては比較的消費電力が大きいためテーブルタップなどで 他の器具と併用した場合、高度配線の加熱などが生じる場合がある。食卓でおでんを調理、保温中のグリル鍋格型の外見をしたホットプレートから発展し、丸型基調の外観を持つ鍋寄りの製品をグリル鍋と呼ぶ。付属する鍋も格型基調のホットプレートに付属するものに比して深めである。反面、 焼き用プレート使用時は高さがある本体の縁によって使い勝手が落ちる。各家族化や単身赴任の浸透、晩婚化に伴う独身生活者の増加などに合わせ、角型基調のホットプレートよりは小容量までラインナップされている場合が多い。深鍋と小さい直径で少量の調理でも食材が十分出しに浸るメリットがある。 ラインナップの最下位に位置する低価格製品は、焼き用プレートが付属しない電気式鍋である。ホットプレートとグリル鍋双方を製造並売りするメーカーもあるが、外観を除き両者に明確な違いは見られない。ありがとうございます。